会見場ですが、これが午前1時に出て、じゃあこのタイミングでね、本当にご高齢の方もいらっしゃる、ちっちゃいお子さんがいらっしゃる中で、じゃあこの急な坂道を降りて、道路も冠水してる中で、皆さんが避難できたのかっていうのは、本当に思いますね。そうですね、皆さんに伺いますと、非常に急な山からですね、一気にもすぐその裏手が山になりますから、土砂が流れてきているという、そんな状況になっています。ですから、気がつくと、もう泥がですね、滝のような形で流れていて、助けに行くにも上にも上がれない、外に出るにも玄関のドアがもう開かないような状態だったというふうな方が多いですね。そんな状況の中で、こちらのお宅はですね、平屋建ての1軒のお宅で、ご年配のご夫婦が2人で寝てらっしゃった、1階に寝てらっしゃったということなんですけれども、動かずにそのままで助かったということなんです。逆に出ていれば危なかったかもしれないというふうに言ったんですが、一方で少しずれたところに行くと、家ごと流されてしまったお宅もあるので、それはですね、暗い中でどう判断したらいいのか、非常に難しいですし、おそらくその状態で出た方が危険